こんにちは、池田まこです。今日のまこチャンネルは DIY です。はい、その前にちょっと嬉しいお知らせがあります。私のオリジナルブランド757の新作アクセサリーを先行で3名様にプレゼントしたいと思います。イエーイ。それがこちらなんですけど、今回は14金を使っていて、今までの757のアクセサリーよりもちょっと高価な素材を使っているので、錆びにくかったり長持ちするし、アレルギー反応も起こりにくかったり、ちょっとキラキラ感もアップしています。そして応募の詳細は今ちょっと画面に出ているフォーチューンというアプリがあるんですけど、このアプリはファッションとかメイクとか、もう女の子には嬉しい記事が満載になっていて、こちらのこのアプリに記事として応募方法とかが公開されるので、ぜひこちらをダウンロードしてチェックしてみてください。では今回はこちら100均グッズでできるブレスレットの作り方を紹介したいと思います。材料はこちらです。それではその作り方をご覧ください。まこチャンネルスタート。それでは始めていきます。まず今回は 2.8 ミリ幅のこちらセリアのチェーンを使っていきます。ブレスレット用のチェーンも販売されてるんですけど、今回のネックレス用を買ったので、ちょっと長さを短くしていきます。端の方にカニカンがついてるんですけど、そこは入れずにチェーンの部分が14センチぐらいになるように短くします。こんな風につまんで前後にねじると外れます。はい、では反対側の端の方にこのアジャスターがついてるんですけど、この真ん中に大きい丸の丸カンっていうのがついていて、そこも外します。はい、じゃあ今アジャスターがついた状態なんですけど、さっき切ったこちらブレスレットになるチェーンを通します。そしたら閉じます。はい、ではこちらをアレンジしていきます。はい、今回はこの3種類のパーツを使っていきます。これも全部セリアで買いました。ではさっきのパーツを出して好きな位置に並べます。そして配置が決まったら、こんな形の丸カンを使います。丸カンの両端を挟んでねじります。で、開けたらチェーンとチャームを通していきます。こんな感じでチェーンを通したらチャームも一緒に通します。そして閉じます。そうするとこんな感じでチャームがつきます。では同じように他のチャームもつけていきます。こんな感じでチャームをすべてつけました。これで完成です。手につけてみるとこんな感じです。ここにアジャスターがついているので、長さも自分好みで調節できるし、ぜひ皆さんも好みのパーツをつけて作ってみてください。いかがだったでしょうか。今回は100均グッズでできるブレスレットの作り方と757の新作のプレゼント企画のお知らせでした。こっちはもう好みのビーズとか好みのチャームでアレンジもできると思うので、ぜひ皆さんも作ってみてください。そしてこちらのアクセサリーについては、フォーチューンというアプリで応募の詳細が公開されるのと、あとそちらの記事でまた違ったアクセサリーの作り方も紹介するので、楽しみにしててください。ということで、まこチャンネルは夏休み限定で毎日2回更新をしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ということで、今回は池田まこの100均 DIY とプレゼント企画のお知らせでした。バイバーイ。